バーです。 YouTuber のクローバーです。こんにちは、あかりです。とこんにちは、えみちゃんです。今日は京都の錦市場に来ました。こけ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 三脚忘れちゃいました。食べ歩きなのにね、落ち込もう一回。そうでもうちらにはこれがある。あたーこんちゃんさん、四つ葉のクローバー乗車記念。1300台あって、その中の4台しかない。4台しかない、ね、しかも京都でだよ。おめでとうございますって言われたよ、ね、全国にってことこれ。え、そうだよ、京都だけでしょこれ。すごくね。え、ガチすごいと思うこれ。高音です。うちら羨ましいでしょ。羨ましいでしょ。欲しいでしょ。私初めて来た。何から食べようってなっちゃう。ちょっと飲み物飲みたくない。飲み物飲みたい。え、だよね、うん、今日は京都でディナーを食べるんだよね。ディナーを食べるんです。なんかいいねこういうの。え、いいね。おしゃれな店もあるしさ、市場っぽい感じもあるし。野菜、玉ねぎ、アスパラ、野菜があるよ、パプリカ、かぼちゃ。うわ、アイス食べたいんだけど。アイス食べたい。あ、ちょっと、あれ、あ、何あれ、いちご。うん、タコ、タコ。あれ、あれ、にこ。俺人気って書いてたんだけど。え、あれ食べよう。うん、食べよう。じゃあ、炙りタコ王子子持ちアリイカ炙りますって。タコ可愛い。頭ちょろちょろ。あー、うまそう。1個目、じゃーん、じゃーん、タコとホタテバターです。いただきます。いただいてくれちゃい。タコいただきますよ。タコ乾杯。乾杯。これやばい、食べて。やばい、これも美味しい。クジラがプンって出て、タコのチュルンってした感じとマッチして美味しいです。チゲポテアテ、ホタテ大好き。やばくないこれ。やばい、やばい、やばい。これめっちゃ美味しい、うん、これ何個でもいけるよね。プリプリ。まずこんな分厚いホタテ見たことあります？うん、いいねこれ。やば、ずっと食べれます。ホタテごちそうさまです。ごちそうさまです。わ、だし巻きバー美味しそう。うまじゃん。だし巻きバーだ。もう2杯目です。調子いいよ。だし巻きバーだ。ズン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 。いただきます。うん、おいしい、おいしい、おいしい。めっちゃすぐ食べれちゃうこれ。なんか甘くない？ちょっとほんのり甘いぐらいで美味しい。え、これうま。シンプルなお味です。うまい、めっちゃうまい。でもこれめっちゃ美味しい、うん、京都って感じ、うん、あ、待って、奥にタレが入ってる。私たちこう見えて喧嘩しました。4日前ぐらい、喧嘩の件ぐらいだけど、間違いない。喧嘩にもなってた。 LINE の一日って感じ、うん、喧嘩じゃない、口がメンヘラになっただけ。うまかった。せーの、ごちそうさまでした。次行きます。次行きます。なんかいろいろあるわ。え、錦ってなんか名古屋にも。え、名古屋ある。ある。ね、名古屋の錦。え、なんかすごいんだけど。ちょっと待って。飲み物飲みたい。賑わってると入りたくなる、ね。そうそう、人気大事だからさ。口コミお姉さんだから。口コミおばさんだからみんな。でもうち今回の喧嘩でもうちょっと知れたと思った。一瞬一瞬あそこ見て、ショートケーキに見える。ショートケーキかも。ショートケーキ、この流れはショートケーキに見える。芋けんぴ、いちご大福、無理、芋食べたい、全部食べたい、ね、喧嘩ない。次の喧嘩の時の方向性が見えた。あと男性の気持ちが分かった。嘘、お互いラブかもしれないみたいな時とかの、うん、男性の気持ち分かった。そう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 。こういうことかと思って、本当に男性的だわ。嘘、ね、もうアイス食べたいかも、うん、ね、アイス食べた。あ、みたらし団子もいいわ。いいねいいね。見るところがいっぱいあるし、ね、難しい。たい焼き、私たい焼きは食べなきゃいけない。え、マスタードがいい。あんバターにしよう。乾杯。乾杯。失礼します。え、これめっちゃ美味しいよ。飲んでみ。美味しいだよね、うん、甘い甘い甘い。甘いよね今の。いただきます。いただきます。たい焼き、うまい、うまい。カスタードと芋です。
今そのまま入ってる、うん、すごくない？うん、もうぶち込んでるわ。新しい今回の喧嘩で分かったんだけど、うちは恋人のような切れ方してた。じゃあピの気持ちが分かったってこと？そうか。でもちょっとだけ友達サービスで。じゃあもっと違う、もっと死ぬほど LINE 来る、うちから。説明して、どう思ってるの、どういう気持ちなの？あの時ちょっと遅かったよね、返事が。うん、あの日お休みモードにしたの。お休みモードにすると通知全く来ないの。うん、あ、こっちで久しぶりに開いたら、うん、パパリカンラインすぐ返してくれたいつも。うん、絶対起きてるのに LINE 返ってこんから、うん、意図的に無視してやがる。でうちの被害妄想が膨らみ、メンヘラかわいい、メンヘラ化してた。男の子の気持ち分かった？分かった。 LINE が切ったじゃん、気づいて LINE が返事もらった時に、なるほどねみたいな、本当に悪意がないんだ。ごめん、明日もキャンセルするねみたいな、うん、そういう感じだと思ってたから、気まずいし会いたくないし、キャンセルした方がお互いのためじゃねみたいな感じでキャンセルされたと思って、しゃがわないの違うじゃんって思って。それはそう。あれ、本当に何もない友達だったら、その時点で、あ、全然いいよみたいな、うん、なるけど、違くね。ここめっちゃ静かじゃない、うん、これそうだよね、そうだよね。あ、そうです。あ、全然大丈夫です。写真さん、ありがとう、モザイクかけます。で、それで、うん、未読無視してると思って、うん、キャンセルしたかったらしゃあないし、なんかそこ追求するのも、え、めんどくさと思ったら嫌だなと思って、追求するのやめようかなと思ったけど、あ、これは違うわと思って、無理やりにでも来させようと思って。行ってよかった。行ってよかったよね。楽しかったよね。ねー、だる。こいつら絶対だるい関係だと思われてる。確かにだるいと思う。じゃあ、でも返事があった時に、うん、あ、そういうことかと思って、うん、理解できた。でも一番うちの扱いうまいかもしれない、逆に言うと。え、ガチ？うん、だってうちは結構ちょっとだけ感情的に LINE を返してたわけ、うんうん、こっちがさ、喧嘩スイッチ入ってるじゃん、はい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 、プチみたいな。そうすると大抵その言い方はないでしょっていう風に相手の本心も知れるし、ぶつかってほしいわけだけど、ごめんねみたいな。悲しいって思うなんて、ごめんみたいな。え、どういうことみたいな。そのうちが感情的になってることさえも触れないみたいな。うん。だからその時に、あれ、喧嘩にならないと思って、喧嘩したいやつなんだと思うし、多分だから本心を聞きたいじゃん。はいはいはい、こっちがぶつかったら向こうもはみたいな、ぶつかってくれるみたいな。そうそう、ぶつかってくれるじゃん。でもそこはさ、本心聞けなかったら悲しいなと思ったわけ、うん、だからうちもちょっとポンって言ったんだけど、本当に何にも思ってなかったんだと思って、うん、そうそう、だから喧嘩の権利終わった。スイッチはが笑顔でオフにしてくれ。あ、喧嘩スイッチ入ったとかでもなく、右から左に流すようにポチって。しかもうちが50行ぐらい送るんだけど、それを2行ぐらいで、なんかこれ見て思ったんだけどって頭固いね。短でも、もう会った時には忘れてたということでした。そうです。喧嘩するほど仲がいいってちょっと本当かもね。え、そうだよ。うん、浜町攻撃した。でも、あ、うちが浜町攻撃してることにもあんま気づいてない。だから男性はに対していろいろやること無駄だと思う。いろいろ裏側を考えていろんなことをするより、もう遠回しがダメだから、こういう気持ちだったよ、こうだよ、そのまま言ったらそのまま教えてくれる。前の出会いでお相手がメンヘラチックだったのかな、うんうん、それも別に気づかず、こういう返信が来たんだよねとか、こういう行動されたんだよねっていうと、あ、それがもう全部教えてくれるの。そう、それはメンヘラ的には。多分その次 LINE を送ったら、多分6時間後に LINE が来るよ。日本でそう当たってんの。マジ天才だ。じゃあこれ仲直り旅行ってこと？あ、カニー、カニカマらしい。でも美味しそう、ね、野菜っぽくていい、ね、めっちゃいいね。ここめっちゃいいじゃん、ここ。うん、ノアベージュ。そうだよ、ノアベージュ。ノアベージュ兄弟、ノアベージュ姉妹。姉妹うまっ。うまここ来たらね、仲直りできる。関西方面来たら仲直りできる。うん、関西ファイヤー。バラじゃないぜ。すごいぐらい早い。
びっくりしちゃったよ。関西の男好きになったことある？あるよ。関西の男は私相性悪いんだけど。え、相性悪い。やだね。ビビってるってわけじゃなくて、相性が悪い。え、そうそうそう、うん、年下が好きじゃん、うん、セフラリーの可愛いって感じじゃん、うん、でも関西の男の人って男気がめっちゃある。あー、だからだ、うん、他にも男気があるのよ。だからここでぶつかる。逆にうちは甘えてくれる、頼ってくれる、プライドも全部見せてくれる人が好き、うんうん、関西の人あんま見せないわ。そう、うちは男前であってほしいけど弱みまで見せてくれる人が好きだから、うん、多分そう、関西の人はずっと見せてくれないなみたいな、弱いところ見たいのに、はい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 、ということだ。ね、やっぱ京都だね。おしゃおしゃ、うわ、シャインマスカットやばいね。こんなところあったんだね。怖い怖い。せーので、乾杯。いただきます。乾杯。シャインマスカットパフェ、これはやばいでしょ。はい、デザートです。これはこの後はディナーです。いただきます。うん、うまっ。これ何？あ、プリン。うますぎる。シャインマスカットのマニュー美味しい。うん、うん、隠れてる。あ、それはあれだよ、落ち込んでたんだよ。が流出させて。あ、そうだ。あれで1年経ったの？私の乳首流出から。泣いてたの、京都旅行の時に。本当に悔しいみたいな。うちは全然なんか、え、全然うちの乳首ぐらい大丈夫みたいな。でもそれも嫌だったの。強がって言ってくれてるかもしれないじゃん。そうやって言わせてる方が嫌だったの。でもさ、その時のあるちゃん、ほんと性格変わったみたいな、ちょっとおかしいみたいな感じで乳首を流出させてみたいな。まあ、うちもその動画とかでさ、ごめんみたいな、最悪みたいな感じでさ、まあ、わらわらわらみたいな笑い話するしかないじゃん。うん、それはそう。誰もさ、見せたくて見せたんじゃないかと。なのにさ、なんかさ、ちょっと炎上してさ、一番かわいそうじゃないみたいな。うち、自分で乳首見せてさ、炎上したやつみたいな。申し訳ございません。申し訳ございませんです。でもさ、本当にちゃんと20、30にしてるけど、細かいところはね、見えない時あるから、見せようと思ってやってるわけじゃないから。もう嬉しかった。なんだだよ。泣いてくれて嬉しかった。ちょっとごめんみたいな、マジごめんみたいな。こんな裏側があったんですよ。なんか明かりが悪いんじゃないんですよ。普段の動画もみんなチェックしてるからいいですよ。チェックしてても、俺とかあるじゃん。優しく見てよね。優しく。明かりが優しく、うん、大丈夫だよみたいな感じで励ましてくれたのよ。その後にさ、だったそうイルミネーションみたいなのがあって、そこで二人でこうやってやって、もう大丈夫だよって言って仲直り。仲直り。喧嘩もしないけど。ね、今日来る。今日大事にしています。私2019年の9月から動画始めてたよね。え、やばいよね。4年経った。今5年目。かっこよ。あとあれだもんね、会社もちょっと5周年でしょ。5年。うん。ナンバーワンだったよね。ガチだ。おめでとうございます。ガチで。え、ガチガチガチ。ナンバーワンだし、すごいのが売り上げもナンバーワンで、お客さんの数もナンバーワン。あと何かナンバーワンだったんだよね。指名指名。指名もナンバーワンで、指名はナンバーワンだったよね。そう、あの時指名ナンバーワンだった。なんかその指名の数が150本ぐらい。それやばくない？シンプルに150とかってさ。すごい。全部なんかナンバーワンだから。当たりの数。やっぱ見る目あるよね。でしょ。これはマジでめっちゃすごいと思う。マジ見る目あると思う。だからそれ見てさ。嬉しくなった。明かりの男、明かりの男、やっぱ一番。だからプロデューサー気質だよね。見る目があるよね。ミル君はずっとナンバーワンでいたんですよね。うん、こっからオーラがつくからね。わ、うん、かります、わかります。うざい、うざい、わかります、わかります。しかもナンバーワンにならなかったらナンバーワンにするからね。うざ。しかもお客さんの数もいろんな人が開ける。そうそうそう、頼む、行ってもらっていい、ちょっと一回行ってきて、お金を払うからさ。今はスキピがいるから、そういうことはしないです。そう、企画でした。で、うん、そういうことはやっぱりだから、その営業 DM すごいのよ。見つけませんかみたいな。オーション初回でお寺こうたらでいい。あのね、送られたら
ら行かないんだよ私は。めっちゃそれわかる。ひねくれてるから自分のタイミングじゃないと嫌なの。気分屋さんじゃん、うちだ。気分屋さんだから気分が乗った時に行ったところで、うん、君いいね、うん、そう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 。めっちゃわかる。でしょ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 、うんうん、ということで食べ放題でした。これからご飯食べまーす。食べまーす。男一番おめでとう。おめでとう。おめでとう。おめでとうね。これもうちょっとあっち行ったら北口だから。やばいやばい。ここだよここだよ。これさ歩いても早いのかなと思う。うちらね。足も遅い。